ノみのふすまステラリアユーリジェノーザバリエーション、ウンズラタは、ナデシコカハコベ族の一年草。野原や畑などに生える、ハコベの仲間の小さな雑草で、細い茎でやや立ち上がって、細い葉をつけ、白い小花を咲かせる。和名のみのふすまの由来は、漢字で、ノみのふすまと書き、ふすまとは、布団のことで、小さな葉を、のみの布団に例えたものである。また感銘は、 天よモギ草といい、時に、スズメ絶草を開けるが誤りであるとされる。花日本では、北海道から沖縄に分布する。国外では、朝鮮半島と中国などに分布する。原名変種は、ヨーロッパから、中国東部と北、アメリカに分布する。野原や畑などに生え、やや湿ったところによく生育する。箱辺のように横に張って枝分かれし、 密が群落を作ることはなく、多少枝分かれしながらも、立ち上がって伸びる。むしろここにはそれほど大きくない草が多数並んで、一面に生えているのをよく見かける。稲作期間外の水田雑草としてもごく普通。春の水田で、往々に、原毛やスズメの鉄砲などの下に一面に生える。雑草であるが、そうはびこるものではない。いわゆる箱辺より一回り。 小さくか細い草。全体に明るい緑色で無毛。茎は根元が細く、まばらに分子する。多少根元が横に葉うが、あまり広がらずに立ち上がり、草丈は15から25センチメートルほどある。耐性する葉は柄がなく、長楕円型で、長さ8から20ミリメートル先端は尖り、円は多少波打つ。花期は春から秋にかけて花が咲くが、 団地では冬にも花が見られる。茎の先端に集酸果状をつけ、数個の花がつく。学園は尖って、長さ3から3.5ミ、mm、リメートル。花弁はこれより少し長く、真っ白で中央が根元近くまで二列するため、十弁のように見える。これは、箱部属に共通の特徴で、花を見ればこの植物も箱部の仲間であることがよく、わかる。花中は五個ある。 初夏になると、次第に閉鎖毛をつけるようになる。原名変種に比べ花びらが、より長いことで区別される。他の箱ベ類は大抵幅広い葉をつけ、横に張って、大きな集団を作るので印象はかなり異なる。なお、名前の上で似たものに、ノミノツズリアレナリアセルピリフよりアエルがある。これは、ナデシコかながら別属である。やはり極か、細い草であるが、 体制する派は幅広く、また花弁はに列しないので区別できる。ABCDFG e 近田文博監修、亀田隆吉、有沢茂雄著2010、P185、牧野、P143、久し博信、三野草の名前線がよくわかる、図鑑主婦と生活者。ありがとうございます。